おまわりさん、写真は撮らないでください。おまわりさん、ね、公務中の国家公務員に肖像権ってないんです。あの国家公務員じゃありませんから、我々はないんです、肖像権。おまわりさん、肖像権ありましたっけ。うん、まあじゃあちょっと行きましょうよ。体に触れないでください、うん、体には触れませんから。職務執行法第2条にのっとって職務質問してください。おまわりさん、誰もいないですか、そんな大声出し。何にもしてない、一般市民を犯罪者扱いですか。おまわりさん、中野さん、ちょっといいですか、声を上げてもやめましょうよ。いやだから言ってんですよ、協力しません。いやそういうので急いでるから嫌です。うん、協力していただきたいので、うん、お求めしてるんですよ。だから断ってるんです、嫌ですって、うん、協力してください、お願いします。嫌です。何ですか。嫌ですって理由なんてあなたに述べる義務ないんですよ。いや理由が知りたいです。知りたくても100年早いんですよ。いや100年早いかもしれないんですけど、うん、君のバッジ見てごらん、こんなバッジでね、100年早いから、うん、せめて巡査部長になってから僕と口聞くようにしなさい。関係ないですね。行こうよ、いいんだよ、警察にそういう権利ないから。権利とかそういうのじゃないです。おまわりさん、これ全部動画でねアップロードしますよ、うん、いい、違法な職務質問じゃないですか。僕の身体に触れてるじゃないですか。まずいいんだよ。、うん、ちょっと駅の明るいとこ行ってやりましょう。いいですいいです、いいです。触るな、うるさい、俺に触るな、違法職務質問やめろ、違法とかそういうじゃないでしょ。違法職務質問でしょ。身体に触るな、いいですから。犯罪者扱いじゃないか、これは。いいですから、ちょっと待ってください、危ないですって。歩道やめてよ。